無能上司。うわぁ、PC のファイルがどこにあるかわからない。なろう KY、やれやれ、カタカターン。Y、名前をしっかりつければ管理しやすいですよ、ターン。上司、すごい。無能。これは無能。発症。更新日時で判断するよね。上司、この前間違えて古いファイル開いてまった。間違ったの開いた後、わざわざ保存して閉じるガチが一定数いるんだよな。規則を決めて。ちゃんとみんなでルール決めてやれ。普通、トリプル A は避けるよね。お前は悪くない。同僚の女のファイル、マジでこんなんで草生える。ぶっちゃけ、これの解決法ないよな。Y の友達の PC 見たらこんな感じだったから縁切ったわ。ドムノー。カッコ1、カッコ2、カッコ3、カッコ4、コピー。武田はなんなんや。武田で草、妙に生々しい。武田好きねや。武田を許すな。引き継ぎ公認者。Y 無能、きっと。きっと使えよ。Y、上書きで前の消すの、怖いな。Y、せや、新しいファイル作ればええんや。Y かな？それ、古いから今度立てるときはこっち使ってくれや。コピーってついてるのが正解とかやめろ。このフォルダのショートカットもありそう。Y が雑につけた名前にそのままアンダーバーつけて続けてくの恥ずかしいからやめて。学校かな？クラウドで自動保存になっとるから、みんな好き勝手やって共有ファイルぐちゃぐちゃになる。会社に無能しかいなさそう。PDF 混ざってて草。未だにメインが共有サーバーの弊社。Y もや、クラウドに移行しろって催促されてるけど、使い勝手悪ぎて共有サーバーしか使っとらん。弊社なんか、俺が車で事務員さんの PC に全部保存してたぞ。PC 同士がネットワークで繋がってるならギリケン、繋がってないならガチや、なお弊社は大事。Google ドライブ上のこのファイル、古いからもう使わんな。念のため、旧フォルダ作って、そこ入れとこ。わら、同僚、検索したら出てきたから、これが多分最新やな。有能愛、暇な新人さんに、他の社員の投票係にして、古いの削除させる。Y、新しいファイル、新しいファイル2、新しいファイル3。いらんの消せや、誰見てもわかるように管理せえ。ほんま、これでキングカオルからイラつくわ。これが本当にあるあると思える人が多いのが怖いわ。IT 更新国と言われてもしゃあない。Y が作ったやつはコピーしてるフォルダに呼び取ってたけど荒らされたわ、クソが。Y、ちょこちょこいじるから、日付順も当てにならないぞ。X、F、提出版、最終、改訂版、最新、最新武田修正なら、どれが一番強い？ Y は武田を信じる。自分の名前入れるってことは、よっぽど自信あるんやろう、武田やな。とりあえず武田に聞くわ。後で削除。ショートカットの概念わかってない奴が勝手にフォルダ名変えて、ショートカット無効になるのムカつくんじゃ。ショートカット程度ならええけど、差し込み文書はガチで腹立つ。非表示とセル結合しまくるな、無能どもが。計算用、写真、資料、報告書、その他、物置、ここにばかりファイルが溜まっていく現象。ワイン日本を代表する企業、週一で共有フォルダの容量がいっぱいで保存すらできなくなり、メールで不要ファイル削除願いが出される。ワイの会社、IT 推進課が毎日共有フォルダがいっぱいなので、不要ファイルを削除するようメールが来る。なお、誰も消さない模様。Y、脅迫性障害、取引先へのメール添付ファイルは、2回開いて確認。おばさん、死んだ旦那のパソコンの中に、家族の写真とか何か大事なものが残ってないか見てほしいの。Y、わかったよ、どれどれ、むむ。これは、新しいフォルダに。Y、おばさん、見てみたけど特に何もなかったよ、おじさんの秘密は、削除しておいたよ。こういうやつ、間違いなく家にゴミが散乱してそう。Y の PC で草。残業して疲れてるのに、こんなフォルダ発掘してしまった時普通に笑った。パスワードを3ヶ月ごとに変更する仕様になってから、パスワードを書いた紙を貼ってるおっさんが続出してる問題もなんとかしてくれや。なんで極基本的な能力のない社会人が生まれるんだろう？本当に、謎。無能上司、本物は Y のデスクトップにあるぜ。Teams のチームやチャットも、もうめちゃくちゃ弊社。エクスプローラーの検索がクソすぎるの、どうにかしてほしいわ。98とかの頃の方が使いやすいってどうなってんねん。状況2期は、もちろんファイル検索にエブリシングってフリーソフト使ってるよね。フリーソフトは入れるのも禁止な会社はどうすればいいんや。そしてスレの流れは解決策の話へ。これ、何が正解なんや？オールドフォルダに放り込め。旧ファイル用フォルダ作って、現行ファイル以外ぶち込め。ファイル名、YYYYMMDD だよね、普通。名前ソートで時系列になるように年月日が先やぞ。Y は全ファイル 2021-12-32-3002-5 みたいに日付と時間にしてるわ。日記と照らし合わせてどんなものか一発でわかる。社会人にもなって日記つけてないやつはアホ。
令和最新版も入れろ。星付ける理由って何なの？ファイル名でそうとした時に文字のファイルより上に来る。今時はネットで調べればファイルの整理の仕方なんてそこら辺に転がってるのでは？忙しくて調べる時間がない。今のままで十分だからいじくらないでくれ。手が震えてるジジイがうっかりファイルをドラッグして下のフォルダに入れるのマジで〇でほしい。何もしてないぞ。無能愛はたまに気づくとこうなってるから定期的に一つ残して全削除してる。仕事ができない人のディスクトップ。仕事ができない人のデスクトップはアイコンだらけ。画面の半分以下を目安に。使いやすさゆえ作業中のファイルやアプリは何かとデスクトップに保存しがちだが、実はこれがパソコンを遅くする要因に。デスクトップのアイコンが多すぎるとメモリを使い作業スピードが徐々に落ちてしまいます。アイコン数の目安は画面の半分以下ですねと末岡氏は指摘。デスクトップには使用頻度が高いアプリだけにし、ファイルやショートカットなども極力置かないように心がけよう。よかった、これの半分だわ。いつの時代だよ。アイコン賞が遅いとかなんとか言われてたな。クソ PC 対応されてんだな。フォルダで埋め尽くすのがプロだろ。俺のデスクトップもっとアイコン多いけどメモリ使いすぎてんのかな。そもそもデスクトップのアイコンとか非表示だろ。だよね。はい。下の帯がごちゃついてるじゃん。わら、新しいフォルダの中を見せなさい。できるやつのデスクトップ。フォルダ探すの大変そう。何がなんだかわからねえ。ある意味芸術。俺仕事しない人だけどデスクトップすごくクリーンだよ。デスクトップってその人の頭のスマートさが現れると思う。端に一列だけだわ。タスクバー活用するのが仕事できる人やで。ゴミ箱しかない。ランチャー使いよ。呼び出しをマウスのサイドボタンに割り当てたら快適。スタートメニューでこと足りるだろ。デスクトップは定期的に掃除するし部屋はしないけど、ショートカットというフォルダーを作ってそこにぶっこんでるよ。俺アイコン100個以上置くのは100個以上ショートカット置いてすぐ作業できるようにするためなんだが、俺むしろアイコンを置いてないやつは PC をフルに使えてないだけじゃん。バカぐぬぬ。アイコンが並んでる状態でスクリーンショットを撮り壁紙にする。デスクトップアイコンを非表示にする。記載現る。会社のおっさん、デスクトップ溢れて作成した PDF どこに行ったかわからない模様。わからないからどんどん作成している模様。保存先設定がどこにもないらしいぞ。ないわけないんだが。仕事できるやつは埋まったらさらにでかいモニターを調達する。かっこいいな。仕事できないやつが暇だからスッキリさせてる。